りです。さて、今回、第1回目ということで、新番組始まりました。本日はですね、こちら気候な府中店さんにやってきております。で、早速なんですけれども、抽選受けました。5番、はい、何でも打てますということでですね、今回の、この番組、全8回で実践の方、していきまして、勝てばご褒美がもらえて、負ければクビということで、かなり過酷なルールです、クビにならないように頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ早速サイコロを振りたいと思います。なんかいろいろ無茶ぶりをされると聞いているので怖いですけど、いきます。いいですかね。あ、ちょっと待って、お、5番、5、はい、5番は実践金額1万円で、実践ということで、終わったら終了。結構1万円って辛いですよ。まあでも6号機とか打てばなんとかなるかもしれないですけど、まあ、最初にジャグラーで増やすとか、なんか結構立ち回り考えなきゃですね。1万か、今ですか。あ、今日下ろしてきてないかも。何ですか。あれ、見せるんですか。決まりなんですか。ちょっと待って、マジでがっつり見られる。結構レシート、あ、でも綺麗な方です、多分私にしては、うん、違うかな、わかんない。あんま財布持たない人だったんですけど、ここ最近ですよ。5年前か6年前ぐらいに買った財布を箱から出しました。あ、いや、千円札ですね。でも偉くないですか、千円札をこれちゃんとまとめてるんですよ。ないですよ、こんなこと。見てください。2万2000円です、うん、はい。ちょっと待って、財布の中身を1万円にしろってことですか。その必要あります。決まりか。本当に。あ、ついてきてくれないんですね。わかりました。タバコ、僕の分。私はタバコ吸わないんですけど、なるほど。一番大変だよ。あれ、なんか高いもん。高い。こんなにコンビニで使うことないです。はい、1万円だけになりました。はい、どうぞ。はい、合ってます。はい。あと実用的 iTunes カード。なるほど、なんですか。あとカチカチくんもあったんで、カチカチくんも買ってきました。意外とするんですよこれ、3000円くらいするんで。これ減らす必要は、まあいっか、もう。はい、大丈夫です、うん、はい、わかりました。速攻でなくなるかもしれないですけど、頑張ります。今度何打ちましょう。でも最近ほんと1万円以内の低投資、3000円とか4000円とかって時はめっちゃ勝てます。逆にすごい出してる。最近って言ってもここ何年かの話ですけどね。めちゃめちゃ勝っちゃうかもしれないですね今日。いやー、どうしましょう本当に。でもよくガイドのDVD の収録とかでお邪魔させてもらってるんですけど、ジャグラーも台数多くて結構強いんですよ。以外も結構あるんで、ただ台数多いだけに1万円以内で果たしていい台を見つけられるのか、見つけるとか見つけないとかの前に終わっちゃいそうで、1万円がちょっと怖い。どうしようかな。ジャグラーで増やしてからっていう無謀なちょっと挑戦やってみます。聞かなかったらどうしようか。もう6号機ちょっと見に行っていいですか。あ、揺れか。
やでもな朝市、あそうか朝市のやつにかける、でもエティキとかが多いからな、まあ、番長3だったら、いやジャグラーで行ってみようかな、ちょに2000円ぐらいちょジャグラーで頑張ってみます光るかもしれないしすぐね、前日とかは、まあでもやっぱり結構回数ついてるのありますもんね、前日前々日とかのやつ見ても、ただ連日でとかっていうのがないところを見ると、あ、ごめんなさい、昨日火曜日、一昨日月曜日ですよね、関係あります？わかんない、いやでも結構うちに来る人多いですよねクリスマスイブ、うん、この台にしよう、はい、前日結構良さげな期待ですけど、7000ゲームもあって、昨日はねあんまり回数がついていない台を選びます、まあ、1000円2000円で関係あんのかって言われたらないかもしれないですけど、はい、それではこの1万円をなんとかして増やしたいと思います、さあゴーゴージャグラー、もう速攻で光ってほしいな、とにかくブドウを引きたいですね今めちゃめちゃ、まあ、当たりも引きたいけどブドウでなんとかつなぎたい、一応2000円勝負と決めてますこのゴゴジャムダーは、いややっぱ連日で回数ついてるのはあんまりないんで、まあ昨日はあんまり微妙だった台を上げ狙いでチョイスしました、でもまあ一応この目立つところにある台で絞って選んだので、頼むよ、でもこの最初に増やしてからとか最後にあとちょっと足りないプラスまでジャグラーみたいなやつって本当光らせられないんですよ私、めちゃめちゃ不安、1万円だしな、ダメだった時残り8000円、6号機かやっぱり、早い、もう1000円なくなった、怖い10分の1がちょっといつもより1000円が重いっすわやっぱり、うえい、引かない、あ、よし、ありがとう、29ゲームです早びっくりしてコイン落としちゃったやりました、いえ、あーレギュラーだー、まあしょうがない、まあまあまあでもね全然プラスです、ちょっと増えた、あーいやでもなんか希望がちょっと湧いてきました、やれるかもしれないうん、OK、よし、よし、年2000円で光りました、ではでは、ちょ、もうちょい、もうちょい、このね、持ちコイン分は頑張ってみよう、ビッグを当てるまではね、やっぱり増えた感じがそんなにしないんで、いやー、1枚1枚がものすごい大事、いつも大事には思ってるんですけど、最初に光ったのが無駄にならないように、チャリー光らー、ふわっふわっ、
いやビッグとかよく出しちゃったかな、ちょっとさっきちょっと増えたところでやめて違うのに行けばよかったかもしれない。今までにないぐらい今ここに集中してますからね。いいなビッグ。これが欲を出した結果ですわ。どうしよう、2000円いっちゃった。もう1000円だけ、もう1000円だけいきます。ダメだ、意志弱。こういう人間なんです。もう1000円だけ、ちょっといいですか、ビッグ引きたいんです。ビッグ引けば全然プラスだし。いいよ、ぶどういいよ、ぶどういいよ、いいよいいよ、ぶどういい、ぶどういい、よし、いいいいいい、オッケーオッケー、サイもいい、あ、ぶどういい、いい、すごいぶどうくる。めちゃめちゃ増えてる。いや3000円目使ってよかったです、今もうこれだけで。これがブドウに踊らされた結果ですわ。3000円、いやもうちょっとこれ以上は攻めれないかな、いやわかんない、もうわかんない、どうしよう。ジャグラーって怖いですよね、やっぱピエロが怖い。もうちょっとやめます。7000円か、減ったな。はい、天下風分4です。当たりはね、ボーナス自体は軽いんですけど、まあ、覚醒しないと結構厳しいところもあるんですが、まあ、なんとか7000円で最初の、まあ、136ゲームですかね、以内の当たりを期待して打ちたいと思います。100枚ぐらいで回っちゃうかもしれない。さあですね、結構ねベルが揃ってくれるんで、お、ファッションチェック、あ、チャンス目、あ、違う違う、あ、この演出が来るんだ、リプレイだけど、まあ、一応もう最初から前兆には入ってて、36ゲームと136ゲームのところで、まあ、モードでの天井があるんで、いいよ増えてる。まあ、演出とかで結構厚さが分かったりするんですけど、まあ36ゲームどころじゃなくてもいいから、136ゲーム以内には当たってほしい。最近結構お気に入りで打ってるんですよ、天下風部4。で25ゲームのところでステージ変わります。うん、いやすか、対応のね武将子役あるので、お、チャンス、多分引けたんじゃないかな、巻物引いてますね。家康のところで巻物を引けたんでドンピシャです。一応これで抽選されてまして、これで当たっちゃえ、当たっちゃえ、あ、でも後期結構熱い演出来てるな、ありますよこれ。プロ1の腰置き、お、赤くなった、え、これは当たったかも、嬉しい。そしたら、お、いいねいいね、いいよ、俺は毎回出るか、やった、当たった、あ、上手に巻物引けました。なんと1000円投資
なんでまだ6000円残ってます。35ゲームです。あ、よかった。で、ボーナス確定になります。やっぱレギュラーだと厳しいので天下ボーナスビッグが欲しいところです。昇格させたい。あー、いいよいいよいいよ。レア役で昇格来い。やった、昇格した。オッケーオッケー。とりあえず白は確定、白以上で、さらにここから赤に昇格してくれたら覚醒しやすい、ボーナスの方ですね。ああ、足りなくなっちゃった、もう1000円追加です。こういうところでよく追加投資あるんですよ私。まあまあいいや、全然ね、残り5000円ですね。あ、来ちゃった。はい、白7天下ボーナス。まあ確実にここに移っててからの出玉よりはプラスになる。あとは覚醒させたいですね。どうしよう。まあでも秀吉が一番お気に入りなんでこれでやらせてください。はい、天ちゃんをナンバーワンにすれば、覚醒確定です。まあ、最後にジャッジがあるんでね、そこまでにこのメーターを上げてって、いいよ、レア役をスーパーギャル。はい、結構上がりました。最初に当たった時にも抽選されてて、さらにこのこういうレア役とかでね評価上がっていくんで、なんか上がりがいいな、めちゃめちゃ。もしかしたら覚醒入っちゃう。延長チャンス、1日目の終了に延長。はい、うん、いやーめちゃめちゃペースいいけど、後半あんまり上がらなくなったら、あ、当たってないんだなっていう感じです。スターチャンス行こう。やばい、当たってなさそうだぎゃ、やばい。レア役はまたチェリーか。もうこうなってきたら多分いよいよ当たってない気が。次がもうランキング発表です。はあ、しかも100枚も出てない。おてん、お、あいた。え、嘘、嬉しい、本当に嬉しい。え、嘘でしょ、こんな簡単に覚醒入るんですか。やばい、嬉しい。私がナンバーワンの気分です。やったぜ。はい、アキーン覚醒で、このカードはまあ青なんで、まあデフォですね。青は何も資産はないです。よし、96枚とりあえず出てますけど、ここから覚醒入ります。いや、覚醒入ったら私1000枚ぐらいは出せる自信ありますよ。20ゲームの、覚醒ありまして、ここで約まあ8分の1ぐらいですかね。で、天狗がラッシュというのを引いていきます。頑張って5ゲームぐらいで決めたいな。いや、ありありで、あ、ない。全役で抽選はされてるんですけど、まあ、レア役とか引いたらチャンスだし、あー、ちょっとやばいな。 あ、いい、光った、ちょっとチャンスアップですね。青文字だし強めです。まあ、これは外れでいけたかな。はい、天下ラッシュ、はい、残り13ゲームか。まあ、ちょっとかかっちゃったけど7ゲーム使っちゃいました。さあ、天下ラッシュ入ります。で、天下ラッシュ中は、ボーナス当選を目指して、紹介していきます。まあ、あと覚醒のゲーム数の上乗せとかもあるので、まあ、いろいろ引きたいところです。先に武将ステージから横のレベルがあるんですけど、ここにこのレベルが上がれば上がるほどボーナス期待度上がっていきます。
1000円でしょ。でも50枚ぐらいはほぼほぼ持ってたとして、いやまくれますよこれ、いける。で外れ1枚役とかを引くとこのメーターが進んでいって、ここが100まで行くと、ポイントがたまりきると、覚醒のゲーム数の上乗せ抽選ですね、まあ、むしろない時もあります。やっぱレア役を引いてボーナス当選させたい。おでレベルが2、まあ、3の赤まで行ったら結構当たるかな、期待できるかな。その上がもうレベルマックスでボーナス確定なので、やばいな、どっちも中途半端だな、まあ、ここのポイントは次の点がラッシュに持ち越されるんで、まあ、また当てればいいですけど。あー最終ジャッジいっちゃった。あー大津は、まあ、ワンチャンね、いやでもチャンスアップがない、厳しいですねレベル2だと。やっぱり失敗だわい。はい、でサクッと覚醒に戻ります。もう一回やってよ、とりあえず。おお、熱い中リール。あえー、嘘ダメなんなんじゃよ。お願い、あと7ゲーム。えい、お、やばい、やばい、終わっちゃう。こんな早く終わってしまう可能性は間違いない。ラスチ。お願い。早く。よかった。ラストでした。残りゼロだけど。危ない。奥型ステージでいきます。あーレベル近、レア役を引こう。あーよかった、ポイント貯まりましたね。上乗せチャレンジ、もうここは乗せたい、絶対乗せたい。お願いお願いお願い、よっしゃよっしゃ、5ゲーム、もう5ゲームだけでもありがたい覚醒ゲーム数です。よし、あとは延長とかなってまだゲーム数があればいいんだけど、ないですね。はい終了です。今のところでも250枚ほど出てます。249枚、もうこの時点でとりあえず元の1万円よりはまくってる、プラスになってる。あとはこの5ゲームですね、5ゲームを1ゲーム目からいっちゃうかい。いや弱いか。お、やった、やった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 、テンガラッシュありました1ゲームで。ありがとう信長戦。外れこい、いや違う、いるわ、今いらない。あーよし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 、た、超門到達、上乗せチャレンジです。あー弱いかなこれは。あ、いた、やった、あ、いたー、ボーナス当てたいけどな、厳しいよねきっと、うん、なかなか当たらない、悔しい。はい、337枚、出てます。やばい、残り4ゲーム、ありありない。あ、赤いぞ、こう聞きました。これで当たらなかったらね、どうしてくれよ。はい確定ダギャ、残り2ゲーム、やばい、終わりかー、チャンスですって言ってたのに。427枚、まあでも着実に増えてはいるんですけど、あと2ゲームしか残ってないんですよ覚醒が。お願い、ラストです。あ、何もなさそう。あー終了しちゃった。はい、
429枚でした。まあでも結構増えたですよね。で50枚ぐらいは多分まあ追加で買って持ってるんで、480枚はきっとある。今250枚ぐらい払ってるのかな。まだ打ちますよね。ですよね、はい。終わるには全然早すぎる。まあ136ゲームまで見ようかなとはいつも思うんですけど、どんなステージこれだとちょっと勝てないんです。ガモーさんが出てこないと。はい、失礼しました。どうしよう、136ゲームのところのゾーンが終わってしまって、150ででも3部署ステージ行ってくれるかもしれないんで、そこまで見ます。あー、集まらない。どうしようかな。おそらくなんですけど、今プラス50枚とかプラス100枚とかそんなもんなんです。あの1万円投資からのデッキとハマっちゃうと追わなきゃいけなくなっちゃうんで移動します。ちょっといやー、これは怖い。投資が結構いっちゃう。あー、番長3か。朝一対決無変、もう当てずっぽう。はい、結果番長3に移動してきて、まあでも今本当トントンちょいプラぐらいの、感じです。この持ちコイン内で攻めて当てれるように追加投資はしないように頑張ります。朝一台なんで、まずは朝一の対決すぐ行ってくれたらいいかな。 7ベルとかで。あ、ちょっと待って、なんで RT なの。どうしよう。いや、まあ、ワンチャン RT 中に何か弾けたらラッキーとか思ったんですけど、まあでもコインもいいしね。うん、いい。せっかく座った、これも何かのご縁なので。いきます。で1回ぐらいは対決チャレンジさせてください。ピンチ飲まれました、全部。やばい。追加投資が始まる。絶対間違えた、絶対来るとこ間違えた気がする。なんで番長に来たんだろう。刻一刻とリミットが近づいてます。あ、いける、いけるか。自慢ないんか。自慢ないのか。ちょっと、もうこれ以上、これ何これ、もう、これ回さない方がいいかな。もうここでないんだったらもうね、もうね、1000円使ってもそんな、2000円っていうか、もう全部で1000円と30枚ぐらいですけど。今こそジャグラーの時なんじゃないですか、もしかして。戻る、戻りましょう。いや、もうしょうがない、これは。もうちょっと変な対決カウンターで行くかもしれないですけど、今の私には1000円と30枚しか残されてないので、泣く泣くさよならします。はい、ゴーゴージャグラー50ゲーム回ってます。まだ今日は当たってない台ですけど、なんとか、もうなんとかして当てます。なんとかってどうしたらいいのかわからないけど、もう引くしかない、引くしかねえです。よし、まさかまたジャグラーコーナーに戻ってくるとは。あー、やっぱりこっちに手をつけなきゃいけないですね。ラスト1000円です。
あ、光った嬉しい、ありがとう、ビッグガイ83ゲームです。わあ、優しい光、すごい優しいやったー、わあ、レグラー、ああいい、全然レギュラーでいいです。はい、13ゲームレギュラーボーナス、この手玉で次はビッグを当てます。いいのかな、まあでもそうでしかないよな、もう残りがこれしかないんですもんね、この手玉しかない、やるぞ私は。はい、125ゲームまで回しましたけど、持ちコイン、持ち金がゼロになりました無理ですよ1万円じゃ。いやでも惜しかったな、覚醒がもっと伸びてくれたらいけたと思ったんですけどね、番長だよな、番長、すいません、ちょっと靴下がズリズリ落ちてくる、お疲れ様です。1万円なくなりましたでも結構粘った方だと思いませんか、すごい頑張ったんですけど、てか結構悔しいです、割と悔しい実践になりました。終わりですか、もう1万マイナスで負け、はい、え、あれ入ってんですか、いや見たい、え、じゃあ2万2000負けで負けですか、今日は偉い方が偉いバーってなんですか、バーって雑だな、え、じゃあここからどうするんですか、はい、え、はいあ、無茶はどっちみち振られるんですね、そういう決まりなんですねわかりました、じゃあちょっとお金でもないんで、あ、わかりました、下ろしてこいってやつですね、最初に1万2000使う必要あったのかなはい、わかりました、じゃあとりあえずサイコロは振りますか、はい、後ほど、はい、わかりました、はい、じゃあとりあえずATM 行ってきます、はい